マインハルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラマイスナー軍に属す、町村である。行政中心は、グレーベンドルフ地区にある。マインハルトは、ヘッセン州北部のベラ川の谷を囲む、中低山地に位置している。郡庁所在地のエシュベーゲから北に、約3キロメートルにあたる。町の北部には、ゴーベルト山がそびえる。 マインハルトイコールフリーダ近郊でフリーダ川がベラ川に注ぐ。この川は大雨の後には決まって激流となりベラ川の包みを侵食する。マインハルトイコールイエシュテット付近で対岸から流れて北ベーレ川がベラ川に合流する。マインハルトは北東と東はフォルケローでプファッフシュベンでケラ、ガイスマー、南東はバンフリート、西は エシュベーゲ、北西は、バート・ゾーデンアレンドルフと境を接する。自治体マインハルトは、フリーダ、グレーベンドルフ、ヒッツェルローで、イエシュテット、ノイエローで、モッツェンローで、シュベプダの7地区で構成される。マインハルトの町議会は23議席からなる。町長は、ゲルホルト・ブリルである。ボルフスブルン年上この町で最大の雇用主は、 フリーダ地区にあるフリーダラジブル、ホールザプフル GMBH である。シュベプダの、ゼーパークは、ベラタール湖の入り口にあたる。この町を、ベラタール自転車道が通っている。ヒッツェルローデ地区は、多くのハイキング客の目的地となっている。ここには、プレミアム遊歩道 P4 が通っている。長域を連邦道、B249 号線のエシュベーゲミュールハウゼンの、 区間が通っている。町域を軍用鉄道ライネフェルでトライザ区間が通っていた。シュベプダ駅は1945年までハイリーゲンシュタットシュベプダ線とシュベプダバルタ線が軍用鉄道から分岐する乗り換え駅であった。1945年以後は西ドイツ内のエシュベーゲーシュベプダ間とベラタール鉄道のバンイコールヘルドラまでの区間が運行されていたが、 1994年までに徐々に創業が停止され、その後軌道も撤去された。かつてのシュベプダ・バルタ間の軌道の一部は、現在ベラタール自転車道として利用されている。グレーベンドルフ地区にマインハルト基礎家庭学校がある。グレーベンドルフ地区のホームページシュベプダ地区のホームページ、ありがとうございます。